レインボー。おお。おお。皆さんこんばんは、シーサです。こんばんは、トミーです。さあ、トミーさん、今日は、はい、キコーナ加古川店さんお邪魔させていただいています、はい、そして今日は9月16日の閉店後ということでね、はい、来てますけれども、昨日9月15日がこちら加古川店さんは新大入れ会でしたということで、まあ有言実行というか、おっしゃってた通り P 大工の源さん超伊田店が20台に増大されたということですね。ただ20台じゃ終わりませんよと。そうです。また10月にはね、さらなる増大も考えられているということで、どんどん増えていくんじゃないかなと。どんどん増えていく。どこまで増えていくか、まあ限界ありますけど楽しみですよね。ぜひ注目いただいてですね。そうですね、はい、まあでもデータを見る限りでもしっかり動いてますからね、やっぱり台数あった方がお客様もね、喜ばれますよね。はい。さあ、そしてもう一つ昨日の新大入れ替え注目なのが、こちらですね、パチンコ仮面ライダーゴーオン、はい、41台。すごいですね。4円コーナー、4円パチンココーナーにはしっかりと一島、ずらっと40台並べて、はい、1台っていうのは1円パチンコにも今回ですよね。素晴らしいじゃないですか、はい、なかなか1円パチンコでね、この話題の最新台を導入されるのって少ないと思いますよ。なぜならやっぱりお店的には4パチで動かしたいよね、1台でも4パチに持ってきたいよねっていうお店が多いと思います。そんな中でね、やっぱり低価値のお客様にも楽しんでいただきたいということで、4パチのみならず1パチにも仮面ライダーゴンを設置してありますというあたりはかなり良心的なお店だなと思います。さすがでございます。さあ、というわけで今回ですね、このパチンコ仮面ライダーゴーオンの実践を行っていきたいと思うんですが、はい、こちらご存知の方も多いと思いますけども、 U タイム搭載されてますね。通常950回転を回せば1200回の時短に突入するという、まあ、新しいパチンコの機能なんですけれども、まあ、まさにね、パチンココーナーもこう台を立ち回る時代に入ってきたという中で、せっかく今日閉店後来てますから、そうですね、最終データを見ながら最終回転数を見て、はい、こうどれにしようかななんていう台選びから始めていきたいと思ってます。まだ導入されたばっかりなので、もちろんその仮面ライダーゴーオンの、ね、ゲーム性なんかもお話をしたいんですけれども、はい、まあ、その立ち回りのポイントといいますか、そうです、せっかくなら U タイムに入る瞬間まで見れたら最高だなと思ってますので、まあできればね、ハマり台なんかがあればそのあたりも選んでいけたらと思います、はい、というわけで今回はですね、 P パチンコ仮面ライダーゴーン、まずは台選びの方からやっていきたいと思います。そうですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。いや、 やっぱり一島あるとこう見た目もすごいですね。そうですね、このタイヤの圧迫感がね、タイヤの焼くものっていうか、もう筐体がね、すごいもう装飾みたいになってますもんね、はい、さあ、じゃあ台の方ちょっと選んでいきましょうか、はい、まあできるだけね、U タイムに近い台があればそりゃどれどれ打っていきたい。まあ結構回ってます。あっ、おっ、ちょっとこれ見てください、752回転。 U タイムまでもう200回転切ってるじゃないですか。これ良くないですか。いやー、これ打ちたいですけどね、まあ、お客様が、まあ、閉店後まで、閉店ギリギリまで回されてた可能性もありますし、まあ、そのお客様がまた朝一、はい、絶対この台朝から追っかけるっていうような方もいらっしゃるかなと思うんでね、ちょっとすごいですね。観点がやっぱりこうプレイヤーだけの観点じゃないですね、お店側としての観点も。そうですね。なるほど。これはじゃあ、そっか、キコナさんってあんまりね、こうラムクリラムクリ基本的にはしていませんので、基本的にそのままですもんね。でこれ僕らが打っちゃうと、朝からもしこれを狙ってこられた方が、あれリセットしとうやん、ってちょっとね、嫌な気持ちになるかもしれない。なるほどね。すごい打ちたいですけど、お客様優先ということで。なるほど、はい、いや、せっかく閉店後にね、打てるんでちょっとハマって U タイム近い台狙おうかなと思ったんですが、確かに明日の朝からの営業考えたら、これはちょっとやめた方がいいですね。すいません。いやいや、いや、さすがだと思いますね。いいいいいい。これはね、お客様が本当に朝一狙われてる方いらっしゃるかもしれませんもんね。そうですね。200回転切ってますからね。でも本当にこういうことですよね。そういうことですね。だから
閉店後に、閉店直前にですね、はい、こういう、こう最終ゲーム見て、あんまりこうラムクリアをされないお店であれば、はい、翌朝から狙ってこれるっていうあたりはこれまでのパチンコでなかった楽しみ方ですよね、はい、じゃあこれもやめときます。691回転そうですね、はい、もう営業中ならもうバッと抑えますけど僕なるほど、まあ、できればじゃあ浅いやつを売ってそっか、そうですよね。でちょっとでもっていうような差し支えないやつがいいですね、はい、で僕らが閉店後に打った台は当然ラムクリアをして翌朝を迎えるか、まあ、ハマった時はそのまま回転してもそのまま置いとくかもしれないですね。はい、わかりました。じゃああんまり深い台はお客様が狙われている可能性もあるということでやめましょうか。じゃあトミーさん、何回転以内だったら許されるかな。493とかどうですか、このあたりも。あ、そうですね。じゃ あちょうどこのあたりだったら隣が529回転、この辺だったらまあ朝から狙われてる方も少ないかな。ギリギリ、そうですね。じゃあこっちで行きますか。はい、いいですか。はい、まあ狙うならあっち狙いますもんね、700とか600とか。もうそうですよね、まあ、他にも500超えてる台は結構あるので、はい、じゃあこの2台で、わかりました、行きましょうか。はい、というわけで、一応ね回転数の方はここにあるんですけれども、はい、まあ、回し始めると左側の液晶に U タイムまでの回転数も出ますので、まあ、このあたりも見ながら打っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。パチンコ新しい時代に入ってきたっていう感じがしますね。大選びでここまで ね、回転数を気にするというのはこれまでなかったですからね、あんまり。あのワンちゃんの名前何でしたっけ。スエオですね。スエオくん、はい、スエオっていうのは、据え置きだった場合朝から50回転消化した時に出現する可能性があるキャラクターで、はい、まあ、スエオが出たら据え置き濃厚プラス U タイムまでの回転数が319回転以内ということになりますので、うん、一応その据え置き示唆の演出もあるというものですね、うん、さあそしてまあせっかくね新台打ってるんで簡単なスペックの紹介なんですけれども、はい、まあ、こちらパチンコ仮面ライダー5音大当たり確率が通常が約 319.9 分の1となってます。で初当たりの 50% がラッシュ突入、はい、新ショッカー殲滅ラッシュですね。なのでまずは初当たりのその2分の1を取れるかどうか、うん、そして、新ショッカー殲滅ラッシュ突入時はですね、なんとトータルの計測期待度が約 83% という高計測器になってまして、はい、さらに右打ち中の大当たりは 80% が1500個ということで、まあ、とにかくラッシュに入れば早いよっていう台ですね、うん、で、まあ、今回のこの仮面ライダー5のポイントの一つとしては、はい、ST が120回あるというだけじゃなくて、まあ、右打ち中の大当たりと 40% はですね120回の ST プラス120回の時短がついてくるという、この ST プラス時短っていうところも注目のポイントになってますね。さあまずはターボの文字が出て連続予告ですね、まあ、結構この連続予告もこうプレミア演出があったりとか、まあ、すごいね期待度のアップする演出があったりとかするらしいんですけど、例えばターボ ×2 というところでは基本的に緑のオーラな炎なんですけど、これがターボ ×2 の時点で赤かったら激アツだったりとか、2の数字がひっくり返ってたら大当たり良好だったりとかね、まあ、この辺りのね何気ないステップアップ演出の中にも激アツパターン隠れてるというところが面白いところですね。この前ショールームで正規基盤を打った時があったんですけど、はい、その時になんかシマウマ、本物のシマウマがこう、はい、横切ってましたね。プレミアですね。激アツでしたね。なかなか見れないと思いますけど、
もう出た時にはもう大当たりの期待十分という感じですね。これあれ一回電源オンオフされてるんですかね。まだ U タイムまでの回転数が出てこないですね。100回転消化後はあの U タイムまでの回転数が表示されるようになります。電源オンオフの後は、まあ、ラムキュリの後もですね。だから朝一もちろん昨日の最終回転数を見ていれば狙える台っていうのはあるんですけれども、ただ打ち始めた瞬間にそれが据え置きかラムキュリ台かっていうのは一発では分からないようになってますね。まあ、50回転消化して末尾が出てくるか100回転消化してみて U タイムまでの回転数を表示させるか、まあ、この辺りでようやく末尾引くかラムクリアかが分かるということですね。まさに新感覚でしたね。この台選びする際も新感覚ですよ。でやっぱりその U タイム1200回転ありますから大体当たるじゃないですか、 U タイムまで行けば。しかも右打ち中の当選なのでその 100% がラッシュ突入っていうところがまた熱いんですよね。ただ当たりが近いというだけじゃなくて、ね、ラッシュまでついてくるってなればそれはもう朝から並んでまで打ちに来られる方いらっしゃるでしょう。だからまあ台選びももちろんですけれどもこの仮面ライダーに関してはお店選びっていうところも大事になってきますよ ね、 ユーザーの方にとったら、はい、で大体こうラムクリと末置きを台によって分けたりとか日によってこう使い分けたりするお店って僕はあんまり多くないと思うんですよ。結構もうそこはお店が徹底されるんじゃないかな。うちは基本的にラムクリしませんっていうお店か、はい、まあ、うちは基本的にラムクリしますっていうお店かに分かれると思うの で、 そうですね、まあ、当然回転数狙うんであれば普段からラムクリアをされていないお店に行ってみるのがいいですね。まあ、キコナももちろん基本的にはしないような方針になってますんで、はい、そうですよね。やっぱりキコーナさんなんてね特にこのカッコガーテンさんは遅い時間まで多くのお客様残ってらっしゃいますから最終回転数を見て帰られるっていう方も多いでしょう、まあ、その中でね朝からリセットしてしまうともう閉店前までお店に残って見る価値ないわって思われたりもねしますしね。まあ、キコーナさんの仮面ライダーはだから前日の最終回転数は結構有効活用できますよということですね。はい、まあ、あと本当に周りにあるのが、はい、まあ、1200回転回っちゃってるっていう、あ、要は U タイムが抜けちゃってるっていう台に関しては、はい、あえてラムクリします。950回って、はい、U タイム中に閉店を迎えた台ですね。U タイムをスルーした台です。あ、 U タイムをスルーした台ですね、はい、ってなるとそれはもう次 あの U タイムが発動しないので、そっか、はい、1回 U タイムに入っちゃうと そ, うそこからは抜けてしまうと、ね、2周目がないんでですね。そうです、そうです。そういう台が今、まあ、40台あるとですね、はい、やっぱり稀にあるので、はい、そういうところはちょっと注意して見てみるようにしてます。あ、さすがですね、はい、やっぱりお客様がこうどういうところに期待されているかっていうのを考えながら、そうですね、もう日々回転を迎えているというところですね。最悪のシナリオだけはちょっと免れてもらいたいと思ってますので、これはねありがたいことですよね、はい、でもまあ京楽さんの台でいうとこの前に仕置き人ターボがね、はい、あの U パチコーナーで U タイム搭載の機械です。今出ましたね。出ましたね、はい。トミーさんの台が U タイムまで残り477回転ということで、はい、まあ、通常電源オンオフの後もですね100回転消化すればこのように U タイムまでの回転数が出るようになります。お、ちょっとここ赤の点滅の保留なんですけど見ていただいていいですか。これ赤保留になるか何もないかなんですよ。だから結構熱いんですよ。赤保留になったらもちろん強いですからね。赤なりました。お、さあ大当たりのチャンス。その前からねあのフラッシュの先読み入ってましたのでここは期待していいところかなと思ってましたが、赤保留多分ターボかける3連続演出の3回までは行くでしょう。 SPSP まで行くんじゃないかな。で今風力チャージが緑ですからこれもね紫赤となればハイパーベルトフラッシュになります。さあこれで連続演出3回目赤いですねフラッシュもね。あとはねダブルライターか V3 か決戦トリプルかっていうその SPSP の種類も大事。今のタイトル予告もなんか気になるな。チャンス。さあシャッターは通常ですね、まあ、このシャッターも金とかゼブラとかね種類があります。さあ当然ここはバトルに発展となります。
950回転からの U タイムも見たいけど、やっぱりこういうリーチでは当たりが欲しい。さあ誰が出てくるか。ここは1号登場で、まあダブルライダー SPSP リーチに行くかどうかっていうところですね。最短区、さあ2号参戦で期待度 50% です。チェックポイントを通過して後半パートに行けば SPSP リーチです。あ、ここでゴーンゾーンの煽りが来た。あーでもゴーンゾーンはなし。はい、これで前半部分をクリアしましたので、ここからは2号参戦。あー、ハイパーベルトフラッシュ来た。ハイパーベルトフラッシュ来た。ダブルライダー SPSP リーチハイパーベルトバージョン、これ期待度 50% って書いてありますけど、勝手に今赤ですね。強いですよ。当たるんじゃない。いけ、はい、さすが、はまりませんでした。さあこれでまずは大当たりゲットで、大当たりの 50% で ST 突入となります。この後のジャッジ注目ですね。で嬉しいのは、通常だったとしても120回の時短はついてくるというところですね。さあ3に変われば新ショッカー選別ラッシュ 50% です。さあ6か、まだ分かりませんけどね、とりあえず大当たりはゲットと。さすがです、ありがとうございます。早いっす、早かったですね。さあ行きましょう。まあ、通常時へそからの当たりは 99% はこの450個の大当たり、 1% で1500個プラス ST というのがあります。さあレジェンドボードでいきますか。おじいちゃんのためにも頑張らないと。さあ時短突入です。もちろんこの時短中に当たりとなればラッシュ確定です。サイクロンチャンス、SPSP リーチもダブルライダー SPSP リーチだとそう簡単には当たってくれないんですが、まあ、やはりハイパーベルトクラッシュが絡んだところが非常に良かったと思いますね。で途中ね、ゴーンゾーンの煽りもあったんですよ。で、まあ、大体こう強めのリーチってその注目演出突入になるかっていうところ失敗するとなかなか当たってくれないじゃないですか。でもゴーンゾーンの煽りが外れたのに当たるっていうところがねまたいいですよね。で時短中なんで、まあ、消化もかなり早いじゃないですか。ただ950回転以降の U タイムの時短ですね、これはね、これを上回る速さです。消化スピードめちゃめちゃ速いです。何も来ない、あんまりリーチ来ないんですよね、ラッシュ中、時短中も。その代わりリーチ来た時はまあまあ当たってくれるっていうところですけど、あと結構保留変化とか先読みも重要ですからね、なんか来てほしいんですけど、あっという間に半分消化。あ、3回目ここですね。色が変わっていくとチャンス、赤までいけば熱いですよ。黄色、黄色か、弱い。あ、ゴーンゾーン入りましたね。さあ今日初めてのゴーンゾーンです、トミーさん。はい、赤いぞ。シャッターも赤。これであとね、バトル中にまた長押しで喧嘩から幸運に変わるかどうかっていうところですね。びっくりした。さあ残り9回転ですね。こっちはよいしょ、1回もバトル行ってくれない。フル変化、
紫まで紫ですね。はい、こちらは120回転当たり出しで終了になります。参戦ダブルライダー SPS ビリーチですね。さあこの天下の文字が変わるかどうか。まあ懲りないな。一応これで400回残り2回まで、はい、あ切りましたね。切りました、はい、もうすぐですとも言えないですけど。そうですね、もうまだしばらくの我慢ですね、はい、普通にお当たり確率で 319.9 分の1なんで、そうですね、それ以内で当たる可能性十分なんですよね。だからどうですかね、狙い目としてはやっぱり確率切ったあたりから狙うのが無難かもしれないですね。残り300回転前後ぐらいから、だから状況によってはもう500回転以上からは期待値がプラスだったりするようですけどね。そうですね、手入れもしんどいですよね。手入れでもなかなか、でも約150をやっと切ってきました。そうですね、もうちょっとですね、間違っても当たりませんように。間違っても当たりませんように。おライダー SPS ゲストしましたよ。すごいド派手ですね。こういうねストック演出っていうのはちょっと安心感ありますね。発展は間違いない。 V3 の予告も入ってきた。あとは注目エッジがね絡んでくるかどうか。あと保留の色は白のままなんで、ここがどうなるか。赤、レインボー、レインボー保留だ。おすごい、レインボー保留で2回目の渡りになります。やっぱ強いですね。いやー初めて見た。そして金シャッター、わー当たりです。これは嬉しいですよね。もうただラッシュを願うばかり。トミーさんの台がね全然うんともすんとも言わないんで、こっちでなんとか見せ場作りますよ、ラッシュで、はい、さあどこに行くんだろうな。リーチは V3 か、 V3SPSP リーチ、この台では今日初めてです。さあ頼むよ、ここはラッシュまで。おお、レインボーホル出るんだ。その前にね SPSP ライダーのストックもあったので、結構こう発展前に決まっちゃうってパターンもあるんでしょうね、何種類も。まさか外れないよね。まさかね。ウスリー切りもみいきます。はい、2回目の大当たりになります。さあリブイチ今度は取るぞ。じゃあトミーさん、ちょっとラッシュのいいところを僕の方で、そうですね、なんとか お見せいただいて、紹介していきますよ。私は U タイムのいいところ、U タイムのいいところ、 U タイムがいいところですからね。さあレインボー保留からの当たりでしたが、ラッシュはどうだ、いけ、ありました。さあこれで新ショッカー全滅ラッシュ突入です。お見事でした。お見事ございます。自分で言うっていうね、お見事。いやお見事、お見事本当。さあ、ここからは継続期待度約 83% のラッシュ突入、そして右打ち中の大当たりは約8、いや 80% が1500個ということになります。楽しみですね、何発出るか。それでは見ていただきましょうか。ちょっとどうしようかな、レジェンドモードでいきます。
食か選別ラッシュ、まあ、高確率中の大当たり確率は約74分の1となってますね。なかなか終わりませんよこれは。あとはどこまで1500を伸ばせるかもここにかかってますね。450だとやっぱりちょっと少ないので、まあ、レジェンドモードサイクロンモードはこう戦闘員を選別したり怪人を倒したりするリーチが主ですけども、まあ、その前にね突当たりとか発展途中で確定演出が出たりとかっていうパターンも結構多いですので、あっさり当たるパターン多いです。さあ3回目、まあ、4回目まで行けば熱いですね。黄色かあーでも発展してくれた。さあとりあえず発展すればチャンスです。戦隊は普通のパターン弱いかな。やばいやばい、大丈夫か。うーんダメでした。大丈夫やな。100回切りました。お、いよいよ。ターボゾーン。やばい。ターボゾーン。まあターボゾーンもそう簡単に当たらないですけどね。いやー変わらんねー黄色からが。あれ赤保留ええでもう。いやちょっとこっちも微妙ですよ、終わっちゃうかも。あ V3 だ。ダメー。あーやばい5本。もうすぐで950回転 U タイムっていうところなんですけど、もうその前に当たるか。当たったー。いやーここはね仮面ライダー5を打ってて一番微妙な当たりですよね。まもなく950回転 U タイムっていうところでね U タイム切れるかっていう感じでしたけど、まあ、富田でもあとはラッシュ入れてしっかり出せれば、そうですね、ゴーンの魅力は伝えられると思います。さあこちら残り30回転です。いやーまずい、ちょっとまずいことになってきました。残り10回転です。せめてそこではね、え、はい、え緑に変えちゃえ。何パーセントや思ってるんですか。93%ですよ。